これより会議を開きます。原子力問題に関する件について調査を進めます。この際お分かりいたします。本件調査のため本日政府参考人として内閣府大臣官房審議官戸時健二君、復興庁統括官石田勝君、復興庁統括官小山悟君、文部科学省大臣官房審議官千原義之君、厚生労働省大臣官房審議官吉永一雄君、経済産業省大臣官房福島復興推進グループ長須藤修君、資源エネルギー庁電力ガス事業部長村瀬義文君、原子力規制庁次長片山博文君、原子力規制庁長官官房審議官大村哲夫君及び原子力規制庁長官官房審議官金子修一君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許可いたします。古田圭一君。